1947年、ドレメル、モートツールの広告リューターとは、日本精密機械工作株式会社が製造する、電動切削工具のブランド名、またはその製品群のうちのハンドグラインダーに類似した、精密グラインダーを指す、一般名称である。ルータと呼称される場合もあるが、ルータとの区別のため本校ではリューターで統一する。 1938年に時計やカメラの精密部品のメーカーとして設立した日本精密機械工作株式会社が1954年に開発したハンドグラインダーにリューター2型と名付けたのが始まりとされる。リューターという名前は同社の創業者の名前伊藤、リュ郎タロにちなんで命名された。現在ではハンドグラインダーのほか 超音波研磨装置や精密卓上ボール板も、このブランドの一製品として製造されている。細身で握りやすい、ハンドグラインダーは、彫金や、木彫り、模型製作、ネイルアート、グラスリッツェンなどの専門業者やホビー愛好家の間で重宝され、リューターは、一般名詞化した。日本精密機械工作株式会社は、リューターをブランドと宣言し、 商標登録を1993年に出願して1996年に登録第316万2001号、ルターの英語表示で登録されている。類似の精密グラインダーを商品化しているメーカーと、それぞれの商品名は次の通りである。一般に、ルーターは、約5000から約3万5000回転、分の固定回転速度、または無段階変速で回転し、 コレットによるチャック装置で各種先端工具を保持する。主な先端工具によりできる加工内容は次の通りである。本来のブランドであるリューターは電動工具の製品群であるが、モーターの代わりに圧作空気を動力源としたものをエアリューターと呼ぶ例もある。 日本生密機械工作株式会社ホームページ、日本生密機械工作株式会社会社案内 https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチタイム、コンティニューイコール 49&、V イコール MGGWLZBT4&、 フィーチャーイコール演武タイトル日刊工業新聞2010年7月記事ジュエリー研磨に使用工具名としてリューターを一般名詞として記述日本製密機開工作家式会社ホームページ IPDL 特許電子図書館商標検索補償にリューターと入力して検索プロキセンカンパニープロフィールハットプロキセンハンドヘルド1 1 5ト。 ユニッツカタログハットドレメルヒストリー、英語版ドレマルドレメル、エスパワフルニュー元ツール1967、ポピュラーサイエンス168ページ、ドレマルロータリーツールカタログ料日、DIY 用ツール。ありがとうございます。